はい、どうも、向井風です。じゃあ今日向井風のお手軽クッキング記念すべき第1回目、じゃがりこで、ポテトサラダを作ってみようですね。これ今皆さん知っている通りじゃがりこはありますね。でこれにお湯を入れるだけでポテトサラダになるっていう。じゃあまずお湯開けていきます。ちょっと早速しちゃいましたね、これね。もうはい、普通のじゃがりこですね。これをにお湯を入れていきます。はい、入れてます。あのボタンを押さないと出ないです。これですね、はい。どのぐらいお湯は入れるんですか？これは、じゃがりこの半分ぐらいまで、3分の1ですね、3分の1、カップの3分の1入れていただいて、あとは待ちです。あと必要材料は、こちらマヨネーズ、もうほとんど入ってないんですけど、あと塩コショウ、もあればパセリ、とりあえずこれでできます。じゃあちょっと見ていきたいと思います。よいしょ、じゃらーん。はい、一応半分下の方がもう今やってポテトサラダみたいになってます。ちょっと潰していきたいと思います。で一応下の方がもう変わってるので、あとちょっと茹でるというかもう入れ替えて、もう一度ちょっと待ちたいと思います。はい、じゃあさっき時間が経ってからあったので開けていこうと思います。おお、めっちゃちゃんとしてる。そしたら、よくかき混ぜてもらってね。でここにマヨネーズ入れていきたいと思います。大さじ1杯、あと塩コショウ、ね、で入れてちょっと混ぜていきたいと思います。はい、そして最後にパセリ、あ、入れすぎです。完成。はい、できました。では早速ちょっと試食したいと思います。でちょっとオリーブオイルねつけて、うまい。若干このじゃがりこのあの溶けきってないちょっととしたふわふわとした食感がサクサクっていうのが残ってて、とっても美味しいです。うまい。お題、じゃがりこ。じゃがりこ、はい、はい、じゃがりことかけまして、はい、焼肉とときます。その心は？どちらもカルビーが一番でしょう。はい、向かい風。じゃあ皆さんも作ってください。チャンネル登録お願いします。